はい、5月3日ですね、3番目で、聖堂会館のマスターズ選手権があったから、それに出た選手、結果を教えてください。結果は準優勝でした。全部で何試合しましたか？3試合です。はい、どんな相手とどんな試合をしましたか？1試合目は、経営会館の坂本優選手でした。身長は相手の方が上で、体格は僕の方が上で、青みでした。相手はいっぱいパンチを出す選手でした。僕はパンチとローをいっぱい出して、最後にラッシュをして判定で勝ちました。2回戦目は、白蓮会館内藤道場の宮原梅人選手でした。身長は僕と同じぐらいで、体格は僕の方が上で青木帯でした。相手はたくさんパンチと膝とハイキックをたくさん出してくる選手でした。僕はパンチとローで押して判定で勝ちました。決勝戦は三重塾の渡辺王星選手でした。身長は相手の方が上で、体格は僕の方が上でした。相手は左アッパーをたくさん出してくる選手でした。僕はパンチとローで押そうとしたけど、相手の左アッパーが中に入って動けなくなって、押されて判定で負けました。動けなくなった。押す。はい。自己採点です。80点です。良かったところは？良かったところは、1試合目で最後ラッシュができたところです。悪かったところは、決勝戦で相手のパンチが入って動きが止まったところです。そのパンチどうすればいいと思いますか？いっぱい回りながら、どんどん攻撃して押していけば勝てると思います。次やったら勝てそうですか？押す。どれぐらいの期間が練習すれば勝てそう？次の試合ぐらいで勝って1ヶ月ぐらいあれば勝てそう？押す。はい、わかりました。じゃあ、しっかりその対策、足を使って格下の人に足つかないか。格上の人に足使うのも難しいです。格下の人にたくさん練習して回れるっていうことをしっかりやっておいてください。はい、お疲れ様でした。結果を教えてください。結果は1回戦負けでした。はい、どんな相手でどんな試合？有機会の山本瑞希選手でした。身長も体格も相手の方が大きかったです。あ、でかかったね。青は相手はパンチとローで戦ってくる選手でした。私もパンチとローで戦ったけど、相手のパワーが強かったから押されて判定で負けました。はい、自己採点してください。45点です。良かったと分かった。良かった点は、ちょっとね、内容にも差があったので、良かったことちょっと見つけにくいかなと思います。ちょっと悪かったこと言ってください。悪かったところは、あんまり回れなかったところです。次も、もう一回同じ相手としたら勝てそうですか？スピードをつけて強いパンチでしたら勝てそうです。その間、その後どこまで行ったら見ました？次の試合で負けました。次の試合はどんな相手としてるの？あんまり思い。もしね、次の相手が、その負けた相手がメイコみたいにちっちゃい相手だったら、その人すごいよね。だから、できるだけ自分の勝った相手が次どんな試合するのかなっていうのは見た方がいいね。結果だけじゃなくて、見てた方が、へえ、私に勝った人があんな風な負け方するんだっていう。
じゃあ私も同じように戦い方すれば勝てるんじゃないかなというところを研究してください。だから大会通して何か感想はありますか？ないです。ないです。はい、またね、ぜひまたアディダス目指して。